ブレイブ15、腹立たしいぜ、ドゴルドの野望、ドーン、うわー。あー、かけすぎですよ。ふん、あの忌々しいロボットともども、叩き潰せ。うわー、ドーン。あー、研究所を破壊するつもりか。マッチョで粉々にしてやる。ブレイブ、イン。来い、ガブティラ、アンキドン。ブレイブ、イン。来て、ドリキラ。ダーン。ガブリンチョ。相手のパワーもなかなかだぜ。ギャー、バサッバサッ。おのおの方、ビシッドーン、ドーン、ギャー、雷変形。アンキドンはこちらに任せて、充電剣でとどめよ。ブレイブ、イン。来い、ステガーチ。ガブリンチョ。ドーン。噛みつき合体。ガブリンチョ、アンキドン。ステライデン王、アンキドン。ドッゴーン！ドーン！ピッ！ドーン！ギャー！ドーン！うわー！キング殿！よし、今だ！ゴレン！充電剣！充電剣！ボー！ピッ！
レイブフィニッシュ。ザシキャー。うわあ。ダーン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 。ドーン。シャー。よし。ふうやった。キャー。寒ブリマならいくらでも作ってやる。そう焦るな。それじゃ物足りねえんですよ。カオスの旦那！やっぱり、うつみ丸ぐれ強え奴の体を手に入れなきゃ。この俺の苛立ちは収まらねえ！ででーん。お疲れ様です。前田です。動画を見てくださってるですね、視聴者の方に教えてもらったんですけど、このプテライデン大絡みの充電池、まあ、これ6番の充電池なんですけど、うつせみ丸がですね、ドゴルドに閉じ込められた際に、行方不明になってですね、トリンが持っていたの、ひび入ったやつ、あれとか、あとトリンとですね、ラミレスをダイゴがブレイブインして、ドゴルドの鎧をですね、撃ち抜く際に使った時の電池も商品化されてたんですね。スピリットインバージョンってやつですか？いや、ほんと知らなくて。で、もう撮影した後にですね、動画を公開した後にコメントでそういうのを教えていただいて、調べて知ったというパターンなんですけど、いや、当時やっぱりいろんなものが商品化されてたんですね。恐竜ジャーの時は僕まだ YouTube をやってなかったってのもあって、おもちゃも全然集めてなかったんですけど、いざこういう風にですね、まあ、こういうことやってるとですね、まあおもちゃも増えてはくるんですけど、もう存在すら知らなかったですね。僕いつも大体、メルカリ見て、ヤフオク見て、アマゾン見て、駿河屋さん見てみたいな感じで、他にちょっとおもちゃ買えるサイトをご存知の方教えていただきたいんですけど、まあその辺を探して、もうなければ諦めるしかないじゃないですか。そう、なのでですね、ちょっと手に入らなかったんですけど、撮影前にその情報を知ってたらですね、高いお金を払って買ってたかというと、またちょっとそれも疑問ですけどね。まあ、正直、撮影の時もやりましたけど、この裏側をこうやってやっとけばですね、もうわからないわけですよ。トリンが、ひび入ったやつ持っててもですね。で、あとダイゴがブレイブインする時も、まあ、こういう風にですね、こうか。こうやってやりましたかね、ブレイブインって言って。こうやってやることで分かりませんからね。まあ、この6番のですね、ノーマル充電池で代用したっていうことなんですけど、このデーボスインの電池は、この間じゃなくてもうだいぶ前に買ったのかな。今回今、恐竜じゃ YouTube でやってて、まあ、ちょこちょこリメイクしてるんですけど、その前ですよね。1年前とか2年前ぐらいに恐竜ジャーのデラックス版を作った時に、まあ買ってですね、プテライデン王にガブリンチョさせてましたけどね。もうなので、まあ、機会があってですね、そのスピリットインバージョンとか、あと戦国時代バージョンですね、手に入ったらなぁと思いますね。そう、見てる方で、おもちゃ持ってるけど、使わないから、撮影に使ってくださいみたいな方、いらっしゃらないですかね。はい、貸してほしいですね。丁重に、大事に扱いますので、大事におもちゃを扱うことはお約束しますのでね。まあ、そんな方がいてくれたらですね、ご一報いただけたらと思うんですけど、まあまあ、現実的ではないと思いますので、はい、まあ、もし見つけたらですね、ちょっと買いたいなと思いますね。まあ、それがですね、売ってたら、ここに売ってるよって教えていただければ、まあ、行ける範囲であれば僕買いに行きたいなとは思いますのでね。まあ、それが電話して、例えば、取りに行くので置いといてくださいとか、郵送ができるのかとか、まあその辺店員の方に聞いてですね、可能であれば手に入れることができると思いますので、まあそんな話でございます、今回は。そう、僕もですね、YouTube が配信されてから、まあ見ることが多いので、再現作ろうかなと思って見てるとですね、あ、このおもちゃ持ってないっていうことが、やっぱたびたびあるんですよね。で、まあそれで、おもちゃを調べてですね、該当するものが手に入るようでしたら、まあ、買ってるんですけど、まあ、やっぱり撮影優先ということでですね、どうしても買えないものは、まあ、代用品でっていう、まあ、お得意の技ですよね。まあ、ということでですね、まあ、これからも恐竜ジャーの再現引き続き撮りますし、まあ、毎年ちゃんとこの連続で
まあ、恐竜ジャーの次は特急ジャーですし、特急ジャーの次はニンニンジャーが、YouTube で配信してくれると嬉しいですけど、次回の特急ジャーに関してはですね、ほとんど動画作ってないですよね。ミニプラとデラックス版は多分ウイジンを撮ったくらいですよね。超特急王とかもデラックス版は撮ってなかったと思うので、まあ、またですね、ライトたちのですね、似顔絵も、作ってですね、まあ、作ってもらって、はい、うちには、天才画伯がいますからね。はい、まあ、作ってもらってですね、まあ、こう、恐竜じゃーみたいにですね、再現をですね、まあ、重点的に、話が、まあ、大事なところは作っていきたいなと思いますけど、まあ、今はやっぱ恐竜じゃーですよね。これを撮ってるのがですね、この間アップした13話、ブレイブ13の時の、終わりの動画でも喋ってたんですけど、同じ日に撮ってるんですよね。6月4日なんですよ。デラックス通貨用の発売日の前日でして、あんまり今日やる気がなくてですね。はい、明日、まあ、丸1日ですね、通貨用と戯れなきゃいけないので、まあ、ちょっとですね、半分休みみたいな感じになってますけど、はい。まあ、とりあえずこの動画は撮ってですね、まあ、恐竜ジャーの再現について今喋ってるわけですけどね、うん。はい。だらだら喋ってても仕方ありませんので、今日はこんな感じで終わりたいと思います。おもちゃの情報とかですね、もしですね、あったらですね、また教えてください。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。